ちは。はい。ごめんなさい。よ、まやです。と、よ、あったです。いきますこれ。いきます今日はですね、あの YouTuber さんのハッタチャンネルさんに一般人めっちゃ来ていただきました。ありがとうございます。お邪魔してます。すいません本当に。前編であのこっちのねチャンネルお邪魔させていただいて、はい、いろいろ食事を食べたんですけど、うん、あの喋りすぎて、うん、ちょっと全然食べてる。ちょっとねいっぱい食べていきましょう。うん、こっちでは食べていきたいと思います。よろしくお願いします。チキン食べたい私。あ、食べ。それさ、部位によってなんかいろいろ違うとかあるよな。それがこっちだ、多分だ。こっちだ。拾われた。これなんかクリスピーチキンっていうね、めっちゃあの大人びや。うん。いただきますね。いただきます。どうやーって。めっちゃ美味しいですこれ。やばい。胸、うん、肉なのにめっちゃなんか柔らかくてジューシーなんですよ。マジで？マジ。なんか。すごいな。いただきます。うんうん、おいしい。うん、確かになんか柔らか。うん、本当に美味しいです。うん、おいしい。うん、やっか。猫舌ですか。全然で全然熱くないですもん。マジ、うん、熱いで。え、全然熱くないですよ。はたちゃんと恋愛トークをしていきたいなと思って、うん、ねほりはほり聞いてもいい。はい、出る出る。うん、今彼氏は逆に今までは？今までもうないです。うん、ゼロ。もうマスカラに生まれ変わって、うん、人生一から始めちゃってますね。意外ってよう言っていただけることが多いんですけど、ないんですよ。何をしてんのよ今の男は。本当よ。今までこう付き合うか付き合わんかみたいなこうあれはなかった。ないないない。うん、好きなん今まで。え、めっちゃいますよ。いや、めっちゃ分かってる。それは好きになるために告白もずっとしてるんですよ。うん、8回9回ぐらい多分こぐってます。すごっ。その男なんなん。いやでも私聞かないんですよ。聞かない、あの告白の返事を。バイバイ。そう、好きです、あ、聞いてくださいありがとう、バイバイって言って逃げるタイプ。かわいいね。かわいいか。かわいいよ。いけると思ってないから、いいよ私は伝えただけで、あの困らせてごめんけどごちゃん逃げるねっていう。でもさ、まあ、1回目とか2回目とかならまだなんか伝えたくて伝えたくて仕方がないから、うんうん、1回目言っちゃったみたいな、うんうん、2回目以降はさ、さすがにお前の話も聞かせろやみたいな。えー、ならない。ならないっす。なんかごめん。そう、自分に自信がなさすぎて、うん、どうせこの人いつまで経ってもってか何やっても無理だろうなって思うからこそ、うん、もう早くとっとと言ってとっとと終わらせたいタイプなんで。ああ、なるほどね。え、でもさ、その8回さ、うん、全然終わらんやん。あ、違いますよ、違う人っすよ。違う。そんな私タフじゃない。めっちゃこれ邪魔。ちょっと同じ人に。違うそんな。なるほどね。タフじゃない。よかったよかったよかった。びっくりした。なるほどね。まあそりゃそうやな。いや、私1回言ったらもう終わりますから。8回9回こくって逃げるだけっておかしい。いや、びっくりした。だからなんで純粋なんと思って。いや、純粋ってか変っすよ多分それも。なんかもう好き忘れました。え、どうやって出会えばいい。え、いやいや、聞けよ。私ね、どういう。あ、でもさ、も最近ほんまなんもなさすぎて、うんうん、どないみたいな、もうどうする。でもしかもさ、うんうん、仕事も出会いないし。ない。だから私はもうアプリが一番強いんじゃないかなって思ってますけどね。私さ、一回だけ始めたことあんのよ。え、マジですか。一回だけダウンロードしたわけ。あの、何だっけな、タップルやったっけな。うん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 。タップルって何がある。タップル、ウィズ、ペアーズ。あ、ペアーズや、私。おペアーズを。めっちゃ私ここだけ切り取られたらめっちゃ嫉妬やすい。ペアーズをダウンロードして、うんうん、ここあるやん、なんかこういう。はいはい、あの、そうそうそう。で、あれで、なんか、マッチでーすみたいな。マッチでーすって出てきて、うん、なんか会話が始まるやん。はいはい、それでめんどくさいと思っちゃって。なもうなんか、はじめまして、みたいな、ま、なんか、趣味なんですかみたいな。めんどくさい。なんでお前に欲しいの合わんねん、みたいな。なんでマッチしてんの。秒でアンインストールみたいな。あ、本当ですか。うん、もうやめちゃったんすか。やめちゃったよ。え、聞かせて聞かせて。でも結構周りはおる。それで結婚した人もおるし。え、やっぱいるんすか。うん、すごい、いっぱい。私の友達でも、うん、なんかそのアプリで出会って付き合った子とかいるんですけど、うんうんうん、私全くそういう感じなくって、私もそういうタイプなんですよ。なんかまゆちゃんと一緒で、うん、会って好きこの人ってなってから興味を持ち始めていっぱい話したいってなるのに、見知らぬ人からのスタートになるから、なんて返そうってなりますよね。マジです。でもそこを乗り越えないと多分今の時代出会えない。間違いない。多分そこをサボったらもう私たち未来はないですよね。会ったことある？あ、あれ？どれぐらい？何回ある？ん？4打数？4打数何安打？ん？待って、1、2、3。あ、5人やって。うん、5打数ね。1安打、1敗。もう本当になんかさ、いろいろ聞きたいねんけど、
やっぱ写真とかさ、体型とかある程度分かるわけ、プロフィール、はい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 、あれどう、その差異はなかった？あ、差異はないですね、今までは、うん、全然今のところ全くの別人が来たっていうのはないです。あ、素晴らしいな、ありがたいことに。ありがたいことに、ありがたいことに。ほんで、まあ、ご飯行きました。大丈夫やった？それはやりもくできてる人とかおらんかった？あ、それはいないと思いたいですよね。いないと思います。うん、すごい。ただそのデートの最後にもうちょっと一緒にいたいなみたいな言われて、あっちから、もしその自分が私もとか言ったらそういうことになるのかなって思った、うんうん、だからでも明日仕事やしありがとうね今日はみたいな感じで帰ったんですよ、うん、でもそっからは別にその後にすぐ切れたんじゃなくって、その後も普通に話続いてて、お土産とかも誰が行った時に買ったりしてたんですけど、そのお土産を渡す連絡をしようと途切れちゃってって感じだったから、結局 何なのかよく分かってないんですけど、その人がどうなのか。うん、確かに、なんか、え、それ1回目会った時ってこと？1回目会った時、ね、1回目会った時にさ、もう少し一緒にいたいなぁは確かに、でもな、ですよね、ですよね、含んでるのですよね、うん、いやでもどうなんやろな、その人がどんな感じか分からんからあれやけど、うん、確かにその可能性はあるみたいな。ですよね、なんか付き合う前にやるとか私絶対嫌だから。どういう、あ、ダメダメでした。いただきますとくちゃん、うんうん、まゆちゃんからおごってもらいました、ありがとうございます。まゆちゃんのとくちゃん飲めるなんて嬉しいですね。まゆちゃんのとくちゃん、とくちゃんもう大好きやから私、まゆちゃんといえばとくちゃすぎて、いつだったら仕事もらえるのかなってずっと思って。いくら出ていい？うんうん、なんかいっぱい。いや、わかりますよ。よしよしよし、楽しんでいこう。え、そのさ、好きなタイプとかどんな感じ？好きなタイプは面白い人がいいです、うん、面白さは結構私の中で重視するポイントかもしれない。大阪の人とかいいな。じゃあ大阪、だから大阪に来ました。いいやん、ちょっと大阪の方。関西弁喋る方、関西弁喋るって私9割好きですからね。マジ？顔は？顔面？顔面の、あ、でも好きな芸能人は田中圭です、はい、最近可愛い系男子がめっちゃ来てて、うん、なんか本当に学生の時とかはずっと年上のジェントルマンなかっこいい男性がめっちゃ好きだったんですけど、なんか最近になってめっちゃなんか年下とかの可愛い男の子、早ないそのさ。いや、よく言われるんですよ、なんかそこに行くの早いって。うんうん、来た、てますね、めっちゃわかるそれ。でも最近なんて年下男子めっちゃ来てるわと思って、普段のその可愛さでたまにその男らしさを見せてくれたら、もう本当に無理。好き、うん、好き好き、軽率に好き、軽率に好き。私も最近さ、あの恋愛してなさすぎて、うんうん、恋愛のレベルがこう下がってきて、うんうん、ちょっと優しくされたら、うんうん、うわ好きだわ、軽率に好き、軽率に好き。私たちの流行語大賞、軽率に好き、軽率に好きポーズします。好きだわ、プリプリで軽率に好き。簡単、最近、うん、本当に秒ですもんね、好きになるマジで秒。でもさ、でもそうやってさ思わせぶりしてくる男の子とかって大人になったらさ、婚約者はさすがに分かるけど、うんうん、彼女おるとかおらんとか分からんやん、相手が。いや、分からん、分からん。だからそれを知らずにこう警察に好きになっちゃうと、うん、もう頭通りできるみたいな。え、でもそれ知った瞬間ですぐ冷めます。あ、やっぱ冷める、冷め、やっぱそうやんな。やっぱマッチングアプリが一番効率よくね、合コンとかさ行ってさ、うん、全然タイプじゃない人ばっかりで時間を無駄にするより、うんうん、まあ、顔面タイプやなって思う人をスワイプして、うんうんうん、でその人と会うのは一番まあ効率いいっちゃ効率いいよな。まあ、確かにそうですね、うん、5人会ったって言ってたじゃないですか、うん、のうち1人2人目、うん、は1人はあ、この顔をやったらこういう感じに振ってなければいいなっていう顔やって、うん、で2人目は顔を乗せてなかったんですよ、うんうんうん、まあいっかって思って、あれだけやってみようって思って、うん、見たらメッセージ上ではめっちゃ喋るのに、うん、全然相手喋らんすぎて、うんうんうん、もうこっちがなんか、え、私記者してる？インタビュアーやんみたいな感じで、もう一方的に、もうそ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 う、地獄の地獄すぎて、もうだけどその後私全然予定なかったんですけど、うん、ごめんちょっと今日この後友達と今近くにあるみたいから行くわ、ごめんね。バイバーイ。もう電話した方がいいかも、会う前に。あ、それはいいやん、これから使う人はぜひとも、うん、ぜひぜひ会う約束とかして電話をしてから会った方がなんかお互いの波長とかもつかみやすいし、確かに結構わかりますからね、トーンとか。いや、でも緊張せん電話ってさ、めっちゃ緊張します。別に相手の顔で喋られへんわけやろ。うんうんうん、緊張しやん、何喋ろう。私大嫌いですもん、緊張電話。一人あの電話で、うん、あ、ないなって思って、おう、あ、もう、そう、やっぱ時間を有効活用やな、うん、でも本当に本当に無駄にせんで済むから。そうそうそう、サンタクロースがここに書いてあって、かわいい、かわいいよな、かわいい、なんすかそれ、ほら、こうやって、あ、あ、かわいい、シュークリーム、なんかシュークリーム、え、クレアみたいな、それが一緒に兄弟みたいな。
間違えちゃったんですか。もう間違えちゃった。キモいやつと思われてどうしよう。あ、チョコレートが入っと、あ、じゃあ理想のクリスマスデートにしよう。おお、いいっすね。どうせ二人の仕事やろ。仕事です。クリスマス、理想のクリスマスデート、うん、なんかさ、最近な、思うね、別に付き合ってもめちゃめちゃいいみたいな。もうめっちゃ鼻に手かけて今さ、そんなめっちゃこう遊んであげられるというか、うん、そこに費やする時間がないわけよ。もう自分でいっぱいいっぱい、それこそ、はい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 、仕事行きました、うん、で、あの YouTube の編集撮影とかパンパンやんか、で遊ぶ時間もないのに、うん、彼氏との時間もなんてないやん。だから今は別に彼氏はいらんのかなと思うけど、うん、けどあ、ね、キュンキュンはしたい。いや、わかりますよ。わかる。わかります。わかります。彼氏はいらんけどキュンキュンはしたいみたいな。もう無理じゃない。この考えの時点で。チャラ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 。音楽に合わせて喋れば。うん。的に。すごいね。ごめんなさい、ごめんなさい。蹴っちゃった。失礼しました。あ、ね、めっちゃ光り盛り。全部バレたバレた。光り盛り。電気が壊れとって、あ、やばいかも、あ、やばいかも、自分で。すごいね、壁直してるみたいになってる。オッケーで、あとは食べるだけ。あとは食べるだけですね。晩ご飯もでもありますから、残ったら夜に食べよう。うんうん、うん、なんか深夜に撮ってるみたいなさ、電気の使い方してない。本当に暗すぎて。あ、これフォークいりますよね。うん、ごめん。ねねねね。ありがとう。チョロ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 めっちゃ見られてる。これ一人一個あるとかめっちゃ贅沢じゃないですか。え、嘘やん。これぐらいあるやろ、多分どの家庭に。やったやった、ありがとうございます。これうちんちの方ですけど。どうぞどうぞどうぞ。いただいていいですか。どうぞどうぞ、いただきます。ケーキってほんまに美味しいよな。うまっ。うん、うん、クリスマスやば。ケーキ食べました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで今日はハッタチャンネルのハッタちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひね、概要欄に貼っておくので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。お願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかありがとうございます。お伝えすることあります？お伝えすること、彼氏候補聞いてください。やばいな。ありがとうございました。またあの一緒に動画撮りましょう。ぜひぜひ。ということで次の動画でね、バイバーイ。バイバーイ。